い、今日も40人台ということで、ございます。で、まさに、爆発的な増加に、発生するか否かの重要な場面だからこそ、重大局面として皆様方に、ご協力というか意識を高めていただくようにお願いをしているところでございます。40人台がこれで3日間続きましたけれども、現時点でその知事として緊急事態宣言に値すると思っていらっしゃるかどうか、まずお答えお願いします。まさにギリギリのところではないか、だからこそ重大局面と申し上げているところでございます。でここをどうやって踏ん張っていくのか、そしてまたそれに対してですね、さまざま医療の崩壊ということが海外で見られるような、そういったことがないように今も申し上げましたように、それぞれ医療機関とのオンライン診断等々も含めてですね、いろんな対策を今のうちに準備していきたいと思っております。